アスコルビン酸は栄養素のビタミン C として働く、ラクトン構造を持つ有機化合物の一種である、高学活性化合物であり、ビタミン C として知られるのは L 体の方である、食品添加物の酸化防止剤として広く使用される。IUPAC 命名法では、フランの誘導体とみなして、マイナス3、4次ヒドロキシマイナス5フランマイナスオンと表される。 L. アスコルビン酸はグルコースを原料として、主に二通りの経路で製造される。1930年代に開発されたライヒシュタイ運法では、一段階の発酵の後に化学合成へ移る。より新しい二段階発酵法は、元は1960年代に中国で開発された方法であるが、そこではその化学合成の後ろの方の段階も、酵素反応で置き換えている。 どちらの経路も用いたグルコースから約60%の収率でアスコルビン酸を産出する。全世界におけるアスコルビン酸の年間の生産量は約11万トンに上る。アスコルビン酸はビニル製カルボン酸のように振る舞い二重結合のパイ電子がヒドロキシモトとカルボニル元の間に伝わることにより高い酸性を示す。これは プロトンを放出した後の強薬塩基が共鳴構造を持ち、不電化を非極剤化させて安定化できるためである。アスコルビン酸は還元性を示す。適当な酸化剤の作用により、プロトンを2個放出してデヒドロアスコルビン酸に変わる。この性質により、酸化防止剤として用いられる。アスコルビン酸は、プロトンの移動によって、不安定なジケトンに互い平に異性する。この場合、 エノール側が優勢である。エノールがプロトンを失うと、その二重結合からパイ電子を受け取り、ジケトンが生成する。この互い変異性では1、2ジケトンと1、3ジケトンが生成可能である。アスコルビン酸の定量分析は酸化還元的定により行える。飼料をメタリン酸水溶液に溶かし0 0 5ル、l 要素溶液で適定する。指示薬は、 澱粉刺激を用いる。この方法の中で、要素は酸化剤として働く。ドイツ連邦リスク評価研究所の報告によれば、清涼飲料水中に安息鉱酸とアスコルビン酸が共存する場合には微量のベンゼンが生成する可能性があり、生成量は pH、温度、他の不純物、紫外線の影響を受けるという、アスコルビン酸の構造を決定したウォルターハースは、 1937年、ノーベル賞を受賞した、アスコルビン酸の名前の由来は、解決病の治療に効果があったことによる、a s コービュートック、解決病にかかった。ありがとうございます。